リブマックスリゾート伊豆下田。はい、はい、記念撮影してください。ああ、この辺別荘地なんだね、きっとね。撮れた？日帰り温泉もあんだ。へえ。はい。わ。特定枠内に顔を合わせてください。体温は正常です。36.5度。特定枠内に顔を合わせてください。体温は正常です。36.3度。はい。カップ麺も売ってる。柿の種もあんじゃん。レンジ、コーヒー、1杯、2杯、これも自由に飲んでいいの？あ、ビール売ってる。お、海が見える。プールもあるしね。双眼鏡だ。リブマックス。源泉かけ流し。この辺の地図。はい。続きまして朝食のお時間なんですけども、朝食7時から始まりまして、7時、7時半、8時からお選びいただけます。7時半、7時半にする？7時半で。それでは館内の説明させていただきます、はい、まず後ろを向いていただいて右手奥側を入っていただいたところがレストラン会場でございます、はい、続きましてこちらの扉を出ていただいて右手階段を降りていただきますと男性の大浴場、はい、階段を上っていただきますと女性の大浴場でございます、はい、大浴場のご利用時間は夜の24時までと朝は6時から11時までとなっております。はい、はい、はい、登るっつった？大浴場は男はそこだ。で、ここは女子。女子だって。上がって、別館。わ。続いてるんだね。そうそうそう。だからあれでしょ、通路で。うん、で、これ別館に。あ、別館ね。ちょっと遠いね。遠いな。迷子にならないようにしないと。で、4階すげえ迷路だぞこれ。よいしょ、ここだ。4、0、5。はい、上がって目の前。はい、
はい、到着しました。はい、ここに今日は泊まります。広いやっぱりね、いい感じじゃん。ピッは？おお、え、目の前駐車場なの？え、ここも止めていいの？もしかして。そうかもしれない。え、そしたら車こっち持ってきた方が荷物楽じゃん。うん、後で聞いてみよう。氷がわかんない。あ、そうだね。もしなかったら買いに行く？行くしかないよね。うん。まあちょっと景色は4階とはいえども微妙だね。景色見えない？そうなんだ。あ、そういうこと？ああ、なるほど、こういうこと。露天風呂ではないのね。うんうんうん。露天風呂ではないけどって感じだな。なるほど。え、すごい。DHC だ全部。ね。DHC。あ、トイレ。あ、トイレもすごい綺麗。ねえ、この間のとこよりすごい綺麗だよ。うんうんうん。いや、ここも結構古いけどリノベーションしてるんでしょ。多分おしゃれにしてる。ね。へえ。上はどうなってんですか。え、これは何にするスペース？生クリスじゃない。え？つか。無駄にこのスペースああもったいないね、もったいないね、このスペースが。わ、ちょっと怖えな、これめちゃくちゃ高え。もったいないね、このスペース。およいしょ。まあ大浴場からは海が見えるんだろうね、きっとね。あ、でもこっからちょっとほら向こう見れば海が見えるよ、あっち。あっち、ちょっとこれ開けれないかな。ここ勝手にこの間あれしてるから外観入ってる。あ、そうなんだ。へえ。よし、これで開けて。うん。まあでもすごい広いよね。広いは広い。網戸がしてあってここ開けれないようになってる。なるほど、そういう感じね。オッケー。じゃあもう景色は楽しめないね。うん。はい。ちょっとこの隙間から景色を楽しむ程度。あ、じゃあこっちは開けれんのか。すごい時間かかるこれ。
あ、こっち側は開けれるっぽいね。これを、あ、これもう開くようになってる。あ、開いた。おお、結構開く。あ、涼しい。気持ちいい風が。ほら、見えた。海見えるよ。見える見える。もういいじゃんいいじゃん。ちょっとこれで救われたわ。うん。へえ。なるほどね。こういう感じ。うん。ね。こっから外出入りできたら楽なんだけどな。オッケー。こっちも開くのかな。あ、両方こうやって開くんだ。わあ、本当だ。ね、見える。見えるよね。うんうん、この隙間から楽しんでください景色を。ね。なるほどね。わあ、広い広い広い。ね、コンセントもいっぱいあるよ。ここに。あ、時計がある。なんかちょいちょいおしゃれだね。ほら。ね、時計とかさ。うん。ね。まあまあ、そういう感じで。あ、玄関。温泉。露天風呂ではないんだけど、窓開けると外が見れて。あ、曇っちゃった。あ、曇っちゃった。こんな感じです。こっちにはシャワーがあってね、すごい水圧、水圧がめちゃくちゃ強いの。はい、こんな感じです。